こんにちは、イーフープスです。ドリブルを貯めることができるポケットドリブルは非常に強力なスキルの一つです。これとシュートを組み合わせるだけで止めることが非常に難しいワンオンワンムーブを作り出すことができます。具体的なプレーを参照しながら、なぜポケットドリブルが強力なのか見ていきましょう。まず次のプレーを見てみましょう。ディフェンスがボールマンから見て右方向へのドライブを警戒してコースを塞いだので、スペースを作る、ドライブコースを作るなどを目的としてポケットドリブルでドリブルを貯めつつ左側へ移動しました。左側へ移動して少しスペースができましたが、ディフェンスは距離を詰めてこず、少し足が浮いてチェックに素早く飛べるような体勢にもなっていなかったのでシュートを打ちました。大きなスペースがあったわけではありませんが、焦って早く打ったわけではなく、落ち着いてシュートが打てており、ディフェンスは足が浮いた瞬間だったので飛ぶのが遅れ、チェックが届いていません。なぜこのような良いタイミングでシュートを打つことができたのでしょうか。多くの方が気づいていらっしゃると思いますが、ポケットドリブルでドリブルを貯めてディフェンスの動きをきちんと観察することができたからです。ポケットドリブルで貯めている間にディフェンスが距離を詰めてこない、少し足が浮いていて素早くチェックに飛ぼうとしていないということが確認できるからこそ、ドライブではなく切り返しでもなく落ち着いてシュートを打つという選択肢を選ぶことができたということです。止めにくい強力なワンオンワンムーブというのは、ディフェンスを惑わすために複雑な動きをするというわけではなく、根幹となる大事な部分はディフェンスが守ろうとしていることに対して逆をついた動きをするということです。例えばシュートを守ろうとして距離を詰めてくるのならばドライブ、コースを塞ごうとしているのならば切り返すなどです。ディフェンスの逆をついた動きをするためには、そもそもディフェンスの狙いや反応などを把握することが最も重要になります。だからこそディフェンスをしっかり観察する時間を稼ぐことができるポケットドリブルは非常に強力なスキルといえ、だからこそ多くのスキルコーチがポケットドリブルのコツを解説したり練習メニューの紹介に時間を割いています。高いレベルでも通用するワンオンワン能力を身につけるためには、ディフェンスを観察する時間を稼ぐことができるスキルを身につける必要があるということを忘れないようにしましょう。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。